ステファン・ペテランセルファンたちからのサイン要請に応える、ペテランセル・ステファン・ペテランセルは、フランス人、モーターサイクルライダー・ラリードライバーである。一部では、ステファン・ピーター・ハンセルとの記述も見受けられる。ダカール・ラリーにおいて、二輪部門で6度の総合優勝、四輪部門で5度の総合優勝を果たしており、同ラリーの二輪と四輪の両部門での総合優勝を成し遂げた数少ない人物である。 フランス東部のブズールの郊外にて生まれる。父親は廃観光母親はカーディーラーの秘書であった。やがて父母の元から離されて同じブズールの祖父母の元で育つ。その頃、父親は小さなラリーやトライアルに関わっていた。1973年8歳の時、父親は彼にモーターサイクルを与えた。森、丘、原の河原など、 ブズールのあらゆる場所が遊び場であり、トレーニング場であった。1975年、12歳になる頃には競技で、より良い成績を残すことの魅力にすっかりハマっていた。ペテランセルの情熱の向いた先はスケートボードであり、毎日、学校が終わると仲間と数人でトレーニングを重ねた。1976年、13歳の時、スケートボードのフリーフィギュアとスラロームのコンペに、 出場し始めた。翌年にはフランスでの両種目のほかダウンとコンビネーションのチャンピオンに輝いた。フランスのチームに所属し、欧州での選手権に参加した。1978年、15歳になるとスケートボードを辞め、父親の金銭的援助に報いるために、モーターサイクル競技に打ち込むことにした。彼は年齢が参加資格に満たなかったために、 父親名義で参加した初めてのレースで優勝してしまう。その時、ペテランセルは自分にはレースにおける添付の才能があると確信した。1980年17歳の時、あまり才能を発揮できない学校を辞めた。その頃にはプロのライダーになりたいと思っていた。父親は彼をサポートすることに決め、父親の配管会社と逃亡した。翌年十八歳になり、 晴れて正式に競技への参加資格を得た。父親の協力もあり、1981年のフランスエンデューロ選手権でチャンピオンとなった。同時にハスクバーナと初のプロとしての契約を結んだ。そして彼は祖父母の元を離れ、婚約者であるコリンとブズールに住み始めた。ヤマハ XTZ850R1987 年21歳の突起。彼は ジャンクロード・オリビエに見出され、スカウトされた。オリビエというのは、ヤマハのフランス現地法人、ヤマハモーターフランスの社長であり、かつ、パリダカレー名機にバイクを開発しつつ、自身がライダーとしても活躍し、1985年には、ドーラリーの二輪部門で2位を獲得した実績もある、フランスで有名な人物であった。1987年9月、ヤマハモーターフランスと契約。 こうしてペテランセルは、ペテランセルにとって、それまでチームメイトで、アイドルと言ってもよかったようなユベール・オリオールとシリル、ヌブーの元は去り、憧れだったアンドレ・マレルベと共に、ヤマハ・モーター、フランスチームの一員として、パリダカに参戦することになった。ペテランセルは、ジャンクロード・オリビエをして、秘蔵っこと言わしめた。初めてのパリダカ参戦となる1988年大会では、 総合18位に終わる。チームメイトのマラーベは3日目にクラッシュして死シマヒとなる重傷を負ってしまうが、ペテランセルはパリダカの魅力に取りつかれてしまう。同年、コリンと結婚し、またインターナショナルシックスデイズエンデューロでも優勝した。翌1989年2回目のパリダカでは総合4位。1991年は25歳の彼にとって、 記念すべき年となった。初めてパリ高で二輪部門の総合優勝を果たし、それまでホンダが勝ち続けてきたメーカータイトルをヤマハにもたらしたのである。以後、1992年、1993年、1995年、1997年、1998年と合計6度の優勝を飾る。後年、ワークスチームは実質的に ヤマハと KTM の一騎打ちの様相であったが、一人、ペテランセルだけが総合トップを走り続けて総合1位を獲得、総合2位以下は、すべて KTM ライダーというような状況であった。優勝していない1994年、1998年、6度目の優勝を飾り、ヌブーの持つ、パリダカ優勝回数記録を塗り替える。しかし、レース中に手首にひどい痛みが生じ、 それが彼を苦しめ、精神的にもダメージを被る。それが元で、以後のパリ高へは、バイクに比べれば、肉体的負担の少ない4輪で出場することになる。2014年現在の記録で、パリ高における2輪のスペシャルステージ優勝回数は、ペテランセルが33回で2位となっている。また、メーカー別優勝回数はヤマハが9回で2位であり。 そのうち6回がペテランセルの功績であることも特筆すべきであろう。三菱、パジェロラリーダカー2013にて、X、レードミニオール4レーシングで車を飛ばす運転を見せる、ペテランセルプジョーチームのドライバーの一人として、活躍するペテランセルペテランセルは、バイクでのレースを続けながらも、時折、アイスレース等の車でのレースにも参加していた。その下地もあり、 1999年から4輪でパリ高に出場。マシンは日産。22回ものパンク記録を樹立しながらも総合7位を記録。翌年は2位。とはいえ、完全に4輪に転向したわけではなく、バイクでラリーやエンデューロ世界選手権へも参戦し、出れば優勝という存在感を示していた。2002年夏に三菱のワークスチームである。 ラリーアートに加入し、2004年には初の4輪でのパリダカ優勝。続く2005年と1年置いて2007年も優勝。現役ドライバーの中では2輪と4輪で総合優勝した唯一の人物となっている。当時三菱陣営では増岡博カリュックアルファンと並ぶエース格のドライバーであった。しかし三菱が2009年限りで、 ダカールラリーのワークス参戦を取りやめたため、2010年以降、ペテランセルは BMW に移籍して、ダカールラリーに参戦。最大のライバルであるホルクスワーゲンが2011年限りで、ダカールから撤退したことから、2012年は、事実上ミニゼ同士の争いとなったが、その争いを制止5年ぶりに総合優勝を飾った。現在、ペテランセルはガールフレンドであるアンドレア・マイヤーと、 スイスのモンターニャに住んでいる。マイヤーは、かつては2輪のワークスライダーで、現在は4輪で、ラリーに出場している、女性ライダー、ドライバーである。UAE デザートチャレンジ優勝、両部門優勝経験は、ユベールオリオールと共に達成。ありがとうございます。